鹿児島県曽於市は手つかずの自然、どこか懐かしい街並みにこだわりのグルメが魅力。滞在するほどに味わいが増す旅に出かけます。道の駅大隅八五郎伝説の里、広大な敷地の中心に勇ましく鎮座するのは八五郎殿の銅像。洪水を岩でせき止め村人を救ったとも言われる伝説の英雄です。道の駅に隣接している黒豚料理八五郎亭へ。店長のおすすめは上ロースのステーキ定食。直営店から黒豚を毎日仕入れているので新鮮なお肉が楽しめます。柔らかい、おいしい。食事を楽しんだ後は曽於市の自然を満喫。フォレストアドベンチャー大隅は広大な森の中にあるアウトドアパーク。地形や樹木を自然のままに生かしたコースを冒険します。たっぷりと楽しんだ後は古民家愛の里へ。天然木のぬくもりを感じられる情緒あふれる佇まいはまるで映画の世界。名物は沖縄の自然の塩だけを使って七輪でじっくりと焼き上げた焼き鳥です。すごいジューシー。夏には巨大な石を使った流しそうめんが味わえます。続いて向かったのは溝の口洞穴。神秘的な洞窟の前には鳥居が建てられ、入り口の脇には観音様が祀られています。自然の力と人々の信仰が織りなす幻想的な空間に力がみなぎってきました。かわいいスイーツ探しは旅の醍醐味の一つです。今回私が訪れたのはビーガンスイーツのお店スーフィー。スーフィーのスイーツはすべてグルテンフリー、美容や健康にも嬉しい一品。かわいいが散りばめられた空間でした。夕食には焼肉、しゃぶしゃぶ、赤坂へ。黒毛和牛、黒豚の産地でお肉激戦区の曽於市。舌の肥えた地元の方たちもうなる美味しい黒毛和牛のステーキがここにはあります。もうペロンって入ってきますね。鹿児島らしい甘めの味付けに曽於市特産の柚子が効いているこだわりのタレで食べるしゃぶしゃぶも絶品です。時間の流れを忘れてしまいそうな穏やかさ、大自然の中にこだわりのひとときを感じる曽於市で贅沢な旅を。